はい、どうもこんにちは、こんばんは、ザスネオです。はい。はい、今回はですね、はい。久しぶりのレビューということで、はい。僕は実は、とってもトランスフォーマーが好きで、こうね、フィクシットくんや、名前忘れた。ジャクソンくん、ラットルくん、スワップくん、などなどの、トランスフォーマーの、アドベンチャー、なんか落ちた。なんかトランスフォーマーのおもちゃが大好きなんですが、はい。今回はですね、ジャクソンくんとスワップくんがいるって、なんかその2匹だけじゃ、なんかなんていうの、寂しいじゃないですか。なので今回は、恐竜コンプリートということで、はい、グリムロックを買ってきました。はい、こんな感じです。はい、だからね、もうグリムロックはなんかすごい上手にね、こうなっております。なんか中ではなんかこう叩くと口が開いたりします。実際に見てみればわかる。まあ閉まったりするんだけど、ということで今回はこれをね、レビューしていきたいと思います。はい。で、今度はこいつの説明。はい。いきまーす。旧歴生と変形する内臓生死グリムロック。彼はその鋭い牙や強靭な尻尾で襲いかかる、襲いかかる敵を次々と練り倒すパワフルなトランスフォーマーだ。だね、だ、だ、だ、はい、だ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 。彼は遠い昔恐ろしい見た目から無実の罪で捕らえられたことがあった。最低だな、完全最低だ、これ絶対最低だ。おどおど敵対することになったが、仲間たちは人類と触れ合うことで徐々に心を開いていく。本来若い頃を持つグリムロックは、チームの仲間たちと共にディセプティコンの囚人たちを捕らえるために数を返している。おー、いいやつじゃないか。はい、グリムロックね。はい、では開けていこうと思いまーす。あれ？はい。もうね、こう破んなきゃね、開けられないんだよ。人生はこんなものなんですよ。こうしなきゃね、開けられないものだってあるよ。そう、大切なものは開けることだ。うい。はい、ということで、まあ取り出せたんですが、はい、取り出せたんですけど、はい、完全に捕まっちゃってますね。これ今度は何の罪で捕まっちゃったんでしょうね。ということで開けていこうと思います。お、手を置く。やべ、ハサミやめられん。おい、いい、よし、ああ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 、ということで取り出せました。イエーイ。でもここは取り出せないので取り出します。よし、できた。はい、ということでできました。イエーイ、できた、できた。はい、ではね、作り方はね、見たことあるんで、それちょっと真似してみましょう。はい、まず多分ね、あ、足が開く。うぅ、怖っ。なんか手がね、後ろに行くんだよね、多分ここで手になるんだと思う。いや、これくっつけんのかな？カチってなるかな？なんなくてもいいと思うんだけど。あ、まあでも、くっつけられました。で、多分、そこから、あれ？やべえ、俺深爪だから、取り出せないパターン。あ、取り出せた。はい。で、こう手が出るんですけど、反対なので、多分こうぐるってやると思うんですが、はい、できました。完全おかしいな、こりゃ。で、今度また同じように片方もやってみます。あれ、おいおい、なんだよ、深爪じゃ取れないってのか、いじめか、これは。トランスフォーマーアドベンチャーなんて言ってる暇ないぞ。やべ、取れねえ、取れねえ。よし、助っ人だ。バイクうるさいよ。あれ？よ
し。はい、ということでできました。よし、これをやれば終わりだ。よし。あ、これはグイってやるらしいですね。はい、ちゃんとピーンってなりました。イエーイ。で、今度、足の尻尾の甲、これじゃ人魚と間違えられるんで、こう、パカッと開きます。パカッと。まあ、そうすると足みたいになるんですが、これじゃ足になりませんね。で、なんか、見たら、どうやら、見えるかな？この部分。これをなんか中に入れるそうです。こうやって。はい。これでいいらしいですね。で、そこから、後ろに足があるんで、ちょっと見えづらいと思うんですが、ここが足なんですよ。こう、地味に2つあるんですけど、もしも持ってる方は確認してください。で、そこから、これが行くと思うんですけど、多分、ここが外れるんだよ。あ、外れた。で、足の方は、クイッて前に出すと思うんですけど、あれ？あれ？おい！壊れたかと思った。まあ、こうなるんですけど、まあ、なるんですけど、まあ、こう、足のように。で、今度、ここまで来たら、スピッて入れるんですよ。カチッてなるまで入れれば、足になるそうです。じゃあ、これをもう一個やっていこうと思います。はい、できました。足と足ができましたね。はい、結構かっこいいですよ。はい。これだけでもいいって言いたいぐらいです。あ、ちなみに、顔の方はこう開きます。ここのね、部分をこうやればなるそうです。はい、では今度。うえぇー。なんか怖いな。首が後ろに行くって。はい。ちょ、見えにくいと思いますが、グリムロックの顔です。はい。そんなイケメンというほどでもないんですが、ということでできました。合ってると思うけど、これで多分終わりだよね。あとはポーズをつければ結構いいと思います。こうポーズを立てれば、こう戦うポーズにすることもできます。結構いいですね。はい。なんか、こう、稼働するのは稼働するんですけど、まず最初に足ですね。ここは稼働します。おぉ！びくったー。危ねえ、びくっちゃった。で、まあ、足の方も変形のため動きます。はい。まあ、これでポーズも取ることも可能です。で、今度。はい。ここもね、ここも、こうぐるぐる回るようになってます。腕の方は、こう出すこともできるので、4本の手にすることもできます。腕の方は、こうやって稼働するんで、いいと思います。首の方はどうかな？あ、稼働しますね。これならば結構楽しめると思います。手の方は変形のためこうグニグニできるんで多分いいと思います。で、手を曲げることもカチカチになるんですけど、こうね、グニグニってできます。はい。で、腕の方はぐるって回せば動きますし、あとはそんなに、まあ、結構いい出来だと思います。ということで、このグリムロックはとってもいい商品でした。なんか、一つだけ欠点なのは、ちょっと後ろに手が出てるんですけど、ですが、こう、もしも自分のオリジナルのグリムロックを作りたいのであれば、こう顔もやれば、こう、顔が恐竜だよグリムロックもできるし、手が4本だよグリムロックもできます。こうね。手が4本だよグリムロックもできるし、あと腕の可動も結構いくんで、自分でポーズを立てても大丈夫です。はい。そうですね。まあ、点数は、ま、100点ですね。まあ、結構動きも可動とかよくするので、もう手も回せるんで、ポーズもできるし、他には、結構上手に。まあ、別に、恐竜にしたら恐竜にしたで、こう、稼働するんで、別に大丈夫だと思います。はい。以上、ネオ TV でした。チャンネル登録、コメント。以上。他は、まあ、適当でいいんで、ぜひやってください。はい。お願いします。では、以上、ネオ TV でした。バイバーイ。手が4本だよ、グリムロックもできます。